ムクシ置いてるかな、ちょっと行きたいなと思います。ちょっとさっきカフェのお姉さんとこです、顔出しに行きましょうか。ありがとう、嬉しい。あ、ここだ、ありました。この中に一回ちょっと開けてみます。はい、それでは買ってきました。本日はですね、今から急遽なんですけども、ヌプシのジャケットを買いに行きたいなと思います。でほんまはですね、今日一日ゆったり家で編集してボサーっとしとこうと思ったんですけど、インスタパッて見たらですね、今日から発売って書いてて、おいおい今日はちょっと車が来てますね。はい、ということで、おいおい今日はちょっとゆっくりしたいねんけどなと思ってたんですけど、まあもう発売されたのでちょっと行きましょうということで、サイズがなくなったらまたレビュー動画作れないのでね、行こうかなと思います。ちなみに以前マウンテンバーサロフトジャケットっていうのがですね、発売して行くのが遅かってもう売り切れちゃってたんで、残念ながらその動画作れなかったということで、ヌプシはその二の舞にならないように行こうということになりまして、今日地味に忙しいんですよね。この後今日雨やったんで嫁の送り迎えがあるので、迎えに行かなあかんっていうことを考えると、もうさっと堀江行って、でさっとヌプシ買ってさっと帰ってくるっていうだけの Vlog になると思います。でもし行けんやったら今日金曜日なんで、カフェのお姉さんに久々にちょっと会いに行きたいなと思うんですよね。だからヌプシを先買うのか、カフェのお姉さんに先会うのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、そんな感じでとりあえず堀江の方に行きたいなと思います。あ、子供が泣いてる。では行きます。いやいや、ナンバ着きましたよ。実はですね、昨日も来とったんですよね、ナンバに。でそれはなんで来てたかというと、ナンガっていうブランドに、ブランドっていうかお店にお邪魔させてもらって買い物するっていう動画撮って、あ、しばらくもうナンバ来へんわ思ってたら、まさか次の日に来るとは思いませんでしたが、まあ雨もやんでよかったんですけど、そのナンガの動画がですね、どうしても明日出したいんですよね。で僕普段動画であんまりそんな撮ってすぐ出すことなくて、1週間2週間後に出すんですけど、ちょっとナンガのやつだけはどうしても明後日ちゃう明日か出したいので、撮影してから2日後にアップっていう感じにしたいんですが、残念ながらまだ編集が終わっておりません。なのでこれ帰ってからもう一回編集しやなあかんかなという感じになってるので、こんな堀江でうかうかゆったりしてる場合じゃないんですよね。あら、ローソンができそうやな。あ、やっぱりローソンでしたね。11月11日ポッキーの日にローソンオープンらしいです。ということでね、ちょっと今日寒いかなと思って調子乗ってレトロ X 着てきたんですよね。ほんなら結構暑いんですよね。あ、子供が見てる。まあ多分ヌプシやから売り切れてないと思うんですけど、ちょっとさっきカフェのお姉さんとこで顔出しに行きましょうか。もしかしたら寂しがってくれてるかもしれんし、今日はまだちらほらといますね、若者が。まあそれでも少ないですけどね。久しぶり。いやもう急ぎます、2時までやなと思って。嘘、急いで来てくれたんや。来ます。ありがとう、嬉しい。待ってなかったから、寂しいなと思って。ほんでなんかライブも言ってたから、うん、やりたいなと思ってた、うん、どうなってんのやろなって。あ、全然よ。あ、ライブはね、でもちょこちょこね、センサーちょこちょこやっててんけど。コロナってどうやったんですか。コロナは、昼からしてた。あ、そうなの。え、ほな、あずさんも行ってた。行ってたよ。あ、そうなの。相変わらず、そこまで。いや、相変わらず綺麗やな。見とれてます、今。いや、ほんまに。
んですか。ねこの会話ね面白いよね。肌から聞いてたらね。すごいなと思って。はいどうぞ。ありがとうございます。久しぶりの。うまいコーヒーを綺麗なお姉さん見ながら飲むという。嬉しいなそんな。どうですか。うまいっす。ありがとうございます。また。あ、お父さんの写真を撮りたい。はいはいはい。いや行ってきました。ついつい長話して1時間ほど行きました。で、ステッカーももらいました。こんな感じでこれ3枚ぐらいもらったからなんか視聴者プレゼントとかにした方がいいんかな。こんな感じでもらって、まあ、今日の本間はこのノースフェイスなんですよね。行くのはこのルクシ置いてるかな。ちょっと行きたいなと思います。行ってまいります。それでは無事ですね購入できました。で、思い通りそんなに人もおらんかったんで楽勝で買えたんですけども多分在庫とかも全然あったんちゃうかなと思います。で、まあ、これはまた、後日ですね動画出すと思うんですけども、まあ、今から買えるんですがさっきですねカフェの綺麗なお姉さんになんかおすすめのケーキ屋さんとか、 なんかあのお菓子とかありますかって聞いたらあおすすめあるよって言われて、教えてもらったお店がですねここかな。あここだありました。ここなんですよね。どうぞ。でどれが美味しいんですかって言ったらもうどれ食べても美味しいって言ってたんでちょっと行きたいなと思います。行きます。はい、それでは買ってきました。2つ買ってきたんですけど1つはですねなんかショコラってチョコのやつチョコ好きなんですよね嫁がチョコとあともう1個がなんかメロンのショートケーキあったんで、まあ、これは鉄板でしょうということで買ってきました。でお前の分はって感じだと思うんですけど僕はですねケーキ屋の息子やからあんまケーキが好きじゃないんですよね。嫁の分を買ったんであとはもう帰りたいなと思います。はい、それでは帰ってきました。ちょっと行っただけでもめちゃくちゃ疲れましたね。まあ無事帰ったんでよかったでしょう。そしてですね今日行ったそのカフェの綺麗なお姉さんの YouTube はですねまだ解説しないらしいのでもうちょっとしたら解説するって言ってたんで、楽しみにしておいてください。まあ楽しみにしておいてくださいって僕が言うことじゃないんですけどね。まあ、またなんかインスタとかで言うんちゃいますかね。あの YouTube やったらしいっすよみたいな感じで言ったりすると思うのでまた、見てあげてください。では最後はですね、ちゃんとこれ好感度アップのために買ってきたデザートを嫁に渡す音声でお別れしていくといういつも通りの流れでいきたいなというふうに思いますのでその音声を、最後に聞いてもらいたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。てかカフェのさお姉さんにさなんかおすすめのさなんかあのパンとかなんかそんなありますかみたいなの聞いてるのか。カフェのお姉さんは知らんって言ったけどオーナーさんはさめっちゃおすすめのとこあるっつってしかもパン屋とケーキ屋パン屋はちょっともう時間あるからやめとくってケーキがその中に入ったんですよ。この中に、それ一回ちょっと開けてみる。すごいね2つ入ってんだけどさ、何やと思う。タルト？モンブラン？モンブラン売り切れ。ショートケーキ？と思うやろ、うん、メロンのショートケーキ。ほんとだ、これキャラメルナッツ的な。そう、ショコラ、チョコ好きって言うだから、うん、好き。両方とも食べていいの？なんてやねんって。半分こしようね。あ、電話してる？遅いか、いいよ半分こずつしよう。うん、よかったな。うん、嬉しい、ありがとう。うん。